初めてですよ。こうやって演奏したりするのは初めてで。いや、そうなんですよ、実はね。そういうことでございまして、今日は。いや、今日はね、リュウン君に、一人じゃちょっと、心細いので手伝ってねとかって言ってね。何をおっしゃいますやら、もうこの辺がまた優しいんですけどね。あ、実は違いまして、私本当はね、やっぱりね、やっぱり日本的なああいうメロディーとかね、好きなんですよ。そうです。だからフォークとか全然ジャンル知らない時に、あ、この曲は好きだったっていうのが武田の子守唄 でぜひそれを今日一緒に歌いしてくれということでリクエスト、僭越なんですけど、ね、いいですかね。いや、もうお願いします。赤い鳥が71年に発表したこの曲は、それまでにない新しいフォークの可能性を切り開きました。今回フォーク喫茶ならではのデュオで名曲に挑戦。今30年の時を超えた新しいハーモニーが生まれます。Oh.